民族移動時代、民族移動時代、民族移動時代は、西暦300年から700年代にかけて、ヨーロッパで起こった人類の移住の時代のことである。この移住が古代を終わらせ中世が始まったと考えてもよい。この移住は、ゲルマン系及びスラブ系の移住、さらに東方系の諸民族の侵略を主体としている。これは、中央アジアでのトルコ系民族の移動や、 人口爆発、気候変動、薬病の蔓延、高齢化人口の増大などが要因とされる。本節では、古代後期から中世初頭にかけて、西ローマ帝国の領域内に居住するようになって、いったゲルマン系の移動について記す。参考、コート族、ブルグント族、ランゴバルド人、アングロサクソン人、ジュート人。最初に、 ローマ帝国の領域に侵入したのは西ゴート族であり、続いて侵入したのが東ゴート族である。彼らはいずれも東方民族であるフン族からの略奪、虐殺を受け、逃げ延びる形で東ローマ帝国の領内に殺到し、傭兵として東ローマ帝国内で一定の地位を築いた。それに続く形で、ブルグント族がフランス北部にランゴバルドがイタリアに、 アングロサクソン人とジュート人がブリタニアに、アレマン人、ケルト系と深く混結していたが、南西ドイツに侵入していった。そして最終的にフランク人というケルト系やスラブ系、ラテン系の民族とゲルマン所属が連合したグループが、西ヨーロッパを担うようになっていく。ゴート人など初期に移動を開始した東側の、ゲルマン人は、圧倒的多数派であった、ローマ人に同化したが、 後発のフランク人は、ローマ化しつつも、一定の影響力を維持し、ドイツ、イギリスなどの国家の根幹を築いた。またゲルマン系の故郷とされる、北欧の人々は、バイキングとして盛んに活動して各地に血統を残している。もともとにシ仕ト族は、ドニエプルガー領岸に居住していたが、アッティラによる圧迫により、バルカン半島北部への移住が始まり、傭兵として、 東ローマ帝国内に居住するようになっていた。しかし5世紀初頭、東ローマ帝国で軍司令官に任じられていた西郷都族の指導者、アラリック一世は、給金の支払いについて帝国と対立して、東ローマ帝国から離反、西ローマ皇帝、ホノリウスの暴政に苦しむ、キイタリア系住民からの要請を受けて、イタリア半島へと侵入を開始した。 地の西ローマ皇帝ホノリウスは、西ゴート族によるローマ略奪の法を受けてもラブンナエこもりきりであった。418年には、ローマ帝国との契約により西ローマ帝国への定住が認められ、トゥールーズを中心として、西ゴート族の王国、西ゴート王国が発生した。五世紀中頃には、西ローマ帝国の実権を西郷土族の指導者が握り、ローマ帝国の名の下で、 ガリアとヒスパニアでの勢力を伸ばした。しかしガリアはフランク族との交争で6世紀初頭には王国の領域から外れ、王国の重心はイベリア半島に移らざるを得なくなった。その後もイベリア半島を中心に支配が続いたが、711年にウマイヤ朝の攻撃を受け、滅亡。イベリア半島は、その後、レコンキスタの舞台となる。 東豪都族はアーティラによる圧迫から逃れる形でバルカン半島北部へと移住を開始し傭兵として東ローマ帝国内に居住するようになっていた東ローマ帝国で軍司令官と執政官を歴任した東豪都王テオドリックは東ローマ皇帝ゼノンの命令でイタリアに侵攻しゼノンと対立していたイタリア領主のオドアケルを討伐したその功績として テオドリックには493年にローマ皇帝アナスタシウス一世よりイタリア王位が認められ、イタリアの地に東ゴート族の王国、東ゴート王国が誕生した。しかし、後に東ゴート王国は東ローマ帝国と対立し、皇帝ユスティニアヌス一世の派遣した軍団によって滅ぼされた。フランク人の名前は三世紀半ばに初めて史料に登場する。 その勇猛が変われ当初は西ローマ帝国の傭兵として活躍していたが、4世紀に、ハヤらのように西ローマ帝国において執政官に就任する者漏れ、次第に東西両帝国の政界において強い影響力を持つようになった。5世紀にはガリアにおいてブルグント王国、ランゴバルド王国を滅ぼして勢力を広げた。508年にはフランク・ウー・クロビス一世が ローマ皇帝アナスタシウス一世より、西ローマ帝国の名誉失政官に任命され、800年には、フランク・オーカールが、ローマ教皇レオ三世から、ローマ皇帝としての帝案を蹴られた。ゲルマニア東半分、現在のポーランドチェコ等の地域や、サルマティア、現在のベラルーシ南部からウクライナには、スキタイやサルマタイの影響を受けた、スラブ人の文化圏が形成されていた。 彼らは、パシェボースック文化やゾルビンチ文化などの主体を成し、周辺のケルトやゲルマンの所属と相互に影響を与え合っていた。彼らも、また噴俗に押される形で、東ヨーロッパ全土に進出し、スラブ系がこの地域の支配していくことになる。近年では、古代のケルト系民族の研究に影響されてか、プロトスラブ人についての研究も深まりつつある。その咲いたる例は、 バンダル人で、彼らは、もともとは、パシェボースックに属する部族であることが、判明ており、何らかの理由、おそらくは、近隣のゴート族との交流でゲルマン系言語を用いるようになったと考えられているが、しかし実際のところ、バンダル語についてはほとんど資料がなく、彼らの日常言語が、本当に、ゲルマン系言語であったかどうかでさえも定かではない。恋の上で、 ゴート語の影響を受けていることははっきりしているが、スラブ語も語彙においてゴート語の影響を強く受けた言語であり、ゴート語の影響をもってバンダル語がゲルマン語であったとは言えない。バンダル人は南欧や北アフリカに侵入していくが、この頃までには彼らがゲルマン語を話していたことがわかっている。彼らが古い時代からのリンガフランカとしてゲルマン系の言葉、 新しい時代のリンガフランカとして、ラテン語、伝統的な民衆語として、スラブソ語を使用していたならばこの謎は解決され、当地の高古文化の変遷の仕方が、その有力な傍証となっているが、バンダル人が、プロトスラブ人であることを示す、決定的証拠は見つかっていない。また同地には、サルマタイと呼ばれる、イラン系の所属も定住していたほか、古代末期には、 フン族やアバール族などの騎馬民族が侵入し、スラブ系、ゲルマン系の諸民族を次々と征服していった。彼らの出自は明らかではないものの、推測される使用言語からチュルク系に属するという意見や強度との関係を論じる一見が一般的である。アバール族はチュルク系とされるが、その共通言語としてスラブ祖母が広く使用されていたという説もある。 サルマタイ人は、イラン系民族で、長らく遊牧民の覇者であった、スキタイ人を滅ぼして、勢力を広げた。民族移動時代に入ると、ン族と共に精神を開始して、東ゴート族を破り東ヨーロッパに侵入した。後に、スキタイ人の系統を継いだとされる、スラブ人に吸収されるが、ポーランド近辺では、スラブ文化だけでなくサルマタイ文化も残存して強い。 影響を残した。近世、近代には、ポーランドリトアニア連合の貴族たちが、サルマ大人の末裔であることを強調している、サルマティズムが、これは単にサルマタイ風の服装や髪型及び、サルマタイ的な気質が、非常に多様な民族的、文化的、宗教的羊から構成されていたポーランド貴族、シュラフタ社会の連帯感を示すものとして流行した、もの。 中世ヨーロッパの騎士道文学の最高峰であるアーサー王伝説がサクソン人に対抗したケルト人の伝承がベースであったことは近年知られるようになっているが、さらにそのベースはサルマ大人の伝承であるとする仮説がある。これはローマ帝政末期にサルマ大人の傭兵団が大量にブリテン島に移住していたことと、 アーサー・王伝説とさる、マタイ神話が奇妙なほどに一致しているためである。またサルマタイ本体が滅んだ後もアラニ人などの文化勢力が活動を続けている。バンダル人は、ゲルマン語に属する言語を使用していた民族グループで、アラン人と共にイベリアや北アフリカに侵入し、破壊の限りを尽くしたことで知られている。言語的には、ゲルマン系に分類されるものの、 彼らの故郷はプロトスラブ系の文化圏であったことが近代の研究で明らかになっている。なぜイベリアや北アフリカに侵入した時点で彼らがスラブ系言語ではなくゲルマン系言語を話すようになっていたのかは不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。